はい、こちらはですね、SK694 というタイプのインナータイプのボディベストですね。CE ボディプロテクションインライナーベストですね。はい、これはですね、表側にプロテクターが見えない内蔵式のタイプになりますね。内蔵式なので、見た目があんまりごつくない形になりますので、なかなか人気がある商品になります。はい、このようにですね、脇腹の C レベル2のパッドも入っていますよね。これはなかなか装備の充実度としてはすごい良いんじゃないかなと考えています。背中も C プロテクター、胸はハードプロテクターですね。ハード胸部プロテクターですね。はい、幅広いサイズもありますし、人気の商品です。レディースサイズも用意しています。はい、やっぱりね、そのプロテクターが表に出てないので、見た目の違和感がかなり薄いですね。はい、これ女性用なんですけど、背中はやっぱり CE のハードプロテクターが入ってるので、ちょっとごつさが出てしまってますが、はい、胸もそのフィット感のいい形になってますし、男性も女性用も、その胸部の形状にね、フィッティングがいいですよね。この横から見た時に、その段差が出にくいんですよね。あんまりその胸の形状にカーブが沿ってないと、その胸部プロテクターと体の間にうまいことフィットしない感じが出ちゃうんですよね。その段差がない、うまくこの人間の体のその曲率というんですかね、その曲面にフィットした形状を考えて追求した商品になりますので、そのフィッティングをお試しいただきたいなというふうに考えております。はい、背中は CE のハードプロテクターが入っております。はい、女性用もですね、かなり人気がある商品になりますので、このような商品一つ持っておくと、上着を選ばず使えるところがすごくいいポイントだなと思いますので、はい、ぜひですね、このやっぱり胸部プロテクターすごく重要だと叫ばれていますし、実際ね、胸を強く打って残念なことになってしまうケースっていうのは本当に多いので、そこはやっぱり皆さんご理解いただいて、バイクってそういう乗り物だよねっていうところをちゃんと認知した上で、まあなるべく安全に乗っていただくっていうのが大事なのかなというふうに考えています。はい、このように 4D ラベルついてて偽物判定もできます。はい、はい、こちらバックプロテクターですね。ハードタイプのものですね。で、胸部プロテクターも標準装備したインナーボディプロテクター、よろしくお願いします。ありがとうございます。